ご視聴ありがとうございます。高チャンネルです。今回の内容はダイソーで550円の折りたたみバケツを買いましたという内容です。興味のない方にはね、全く興味のない内容だと思います。なぜ私がこのバケツを購入したかということなんですが、私、車中飯をよくやります。で、車中飯で問題になるのが洗い物。洗い物をお家に持ち帰って洗わなければいけないんですけれども、調理器具であったり、食器であったり、まあその他もろもろですね、たくさんになってしまうと、持ち出すのがね、大変になってしまいます。で、その際ですね、何か入れるものが欲しいなと思うわけですが、汁物なんかね、もしこぼれてしまった場合に大変なことになってしまうので、バケツはね、ベストだと思います。それでこのままバケツを利用して洗うこともできますんでね、いいんじゃないかなと思って購入してみました。